まあ、まずチームとして勝利をすることがやっぱり一番だと思いますので、そういう中でまず2つ勝てたことはアウェーで良かったと思いますし、まあ、やっていく中で1試合目も2試合目もまだまだやっぱりね、良くしていける部分というのはいい意味でやっぱりこうあると思いますので、まあ、それは引き続きシーズン通して成長していけるようにやっぱり1試合1試合また大事に戦っていきたいと思います。チームとしても良い部分とまだまだ成長をこれからしていかなきゃいけない部分と2つ出たと思うんですけど、そこってどう捉えてますか？いや、もう本当に昨日の試合とかも全員で最初から最後までっていうところで戦えた試合で、やっぱり2試合目っていうのは相手もやっぱり1試合目以上に激しくなってくるっていうのは分かった上で、2試合目も今日も入り方はねすごくみんな集中してて良かったと思うし、その試合の流れの中でやっぱりこういい時と相手にペース持ってかれてしまう時っていうのはやっぱりある中を、それを自分たちのリズムをどれだけ長く保てるかっていうところを、まあ、試合を重ねていくごとに少しでも長くできるように、やっぱりここはもう本当一人一人 の、 集中力だったり、それをチーム全員でやっぱりやりきる、やり通すっていうところがこれから大事になってくると思うんで、まあ、そういう面でも今日の試合とかっていうのはいいまたレッスンになったと思います。今シーズンのこのメンバーでのブレックスのこう特徴とか良さっていうのも徐々にこう出る時間帯が増えてきていると思いますけど、はい、どうですか、この今シーズンのブレックスのこう強み、そうですね、出せていることもあります。まあ、この2点に関しては関してというかシーズン始まってもそうですけど、やはりインサイド陣が非常に頑張ってくれているので、そこでこうね展開を変えていけたり、自分たちの強みにしていける武器っていうのは増えてると思うんで、まあ、あとはチェイスが3番で出てビッグラインナップとかも、やっぱそういういろいろバリエーションが増やせるっていうのはチームとして大きな武器だと思いますので、まあ、本当それを練習と試合を重ねながらしっかりと今シーズンの強さをみんなで作り上げていきたいなと思います。田臥選手自身も川崎戦に続いていいパフォーマンス見せてくれたと思うんですけど、ご自身のパフォーマンスに関してはいかがですか？ね、もうとにかく出た時はしっかりとチームの流れを持ってこれるようにとか、試合の状況をしっかりと把握してプレーしなきゃいけないと思ってますし、もうベンチにいてもやれることはやっぱありますので、もうとにかくチームのためにっていうのをこれからも続けていきたいと思います。2日間本当にアウェーだったんですけど、本当に多くのブレックスファンの方来てくださいました。いかがでしたか？いや本当に、ね、まあ、茨城さんの、僕ここで試合するの初めてだったんですけど、茨城さんのファンの方もたくさん来られてて会場盛り上がってましたし、それ以上にというか黄色いシャツを着てブレックスの応援をしてくれたファンの方、ブレックスファンの方のもう本当にたくさん来ていただいてたので、もう本当心強かったですし、アウェーですけどそんなにアウェー感もなくやれたのは、それもまた本当こういうし、ね、勝利に結びついた要因だと思います。本当昨日今日と応援ありがとうございました。皆さんがアウェーにもかかわらず会場に足を運んでいただいたおかげで勝つことができました。また来週も、渋谷戦アウェーなので、まあ、本当にさらに厳しい戦いになると思いますけど、チーム一丸で勝利目指して戦いますので、また来週も応援よろしくお願いします。